もうこれベノム好きな方結構多いじゃないですか。ですから最初お話しいただいた時すごいプレッシャーだったんですけど、私なりに一生懸命務めさせていただきました。極端に言えば普段できないことが悪役だとたくさんできるっていうか、そんなところがね、こうやってはいけないことが役を通じてやれちゃうんで楽しいんじゃないですかね、そういうところが。映画館でお待ちしております。そうですね、この悪、しかも最悪と言い切ってしまってるぐらい悪い存在ベノムを目の前にしても最高と言えてしまうぐらいすごくメンタルの強い女性なんですね。だからそこに憧れと、そしてやっぱり実年齢よりも大人の女性を演じるのは初めてなので、これが年齢層もっと大人にもっと大人にって指示が来るのがすごく難しかったですね。最悪なんですけれども、つまり最高なんですよね。ちょっとダメだったり、そしてトム・ハーディ今回ちょっとクズなところもあったりするんですけど、そこに女子はくすぐられる部分もいっぱいありますし、なんといってもバディームービーとしてのクオリティが素晴らしいんですよね。だから見てるうちにどんどん、あ、ベノム寄生してほしいとか、頑張れ、かわいいって思えてきちゃう部分があるので、マーベル映画が大好きな人も、そしてまだ見たことないっていう女子にとっても興奮できちゃう映画になったと思います。はい、全世界でも1位を取っているこのベノムが日本でも最悪ブームが巻き起こりますように、ものすごくアトラクションのように楽しめる素晴らしい映画ですので、ぜひ映画館でベノムの最悪に染まりましょう。お待ちしてます。よろしくお願いします。いいですか皆様、俺たちはベノムだ、ベノムトラック始動。ベノムトラックいってらっしゃい。みんなも手振ってあげてください。無事ベノムトラックが始動していきました。